この物語は謎の石仮面にまつわる二人の少年の数奇な運命を追う冒険探である。おい見ろよ、事故だぜ。君はディオブランドだね。これからよろしく。何をしているの？ダニー、世界だ。指4本を失うぐらい平気と言ったら言ってない。何？お前、天国へ行ってください。俺は人間をやめ、待て。ディオ、僕らはやはり2人で1人だったのかもしれないな。奇妙な友情すら感じるよ。ジョジョ、僕は今だ。北国ノルウェーにこんなことわざが。ダイオさんがブドウを作ったですね。いや、北風が勇者ダイオを作ったですね。いや、北風、わかりました。スピードワゴン君があまり言うもんだからね。一時的に軽い波紋だから。何を、正気だ。スピードワゴン君多分死ぬでしょう。貴様の血をいただくぜ。波紋、この音、いつも聞く波紋の流れる音だ。これはひどい。お前は今まで食ったパンの枚数を覚えているのか。ナイフだ。カモド、行くんじゃねえ。危険だ。クレーカー、何を言って限りなんかわからねえ。波紋砲は怪しいことに破壊を目的としたものではない。したがって、あのチェーンを切断することは不可能。邪悪な魂を断ってやる。ふざけんねえ。あれはこれだ。罪悪感なし。この分で町はもう町外れのゾンビがはびこりつつある。地獄から戻ってきたぞディオ。生きちゃう。貴様を殺す。ちょ、スピードワゴン。スピードワゴン。伝わる楽しみぞ。あいつだけは憎むべきはディオ。何、考え直せジョジョ。変なのがなんか言ってるぜ。お前誰。私はストレイツ。お前じゃない。私はセペリ男子。お前に生き返ってる。覚悟はできています。本当の紳士を目指しているから勇気を持って爆発させる。ねえ、そうなの。私は波紋が強すぎたかな。そして石仮面の伝説はひとまず幕を下ろす。しかしそれはまた新たな冒険の時代の始まりでもあった。信じるなよ、そいつの言葉を。まずい。確かに絶妙なコンビネーション。ぴったり合った呼吸。やったな、ジョジョ。ディオ、見事だった。ジョジョの制圧力破壊度数235キロ平方センチ。